究極のカードバトルエンターテインメント、それがバトスピエクストリームゲーム。バトスピエクストリームゲームはユーザー3人で結成されたチームで出場。挑戦者はエイジスステージ、ガーディアンステージ、そして3つ目のファイナルステージに挑戦。エイジスステージではチームの代表者2人がエイジス2人とそれぞれ対戦、勝敗に関わらずガーディアンステージに進むことができる。ガーディアンステージでは6人の中から選ばれた3人のガーディアンに挑戦。戦う順番は通常ランダムに決められるが、エイジスステージの勝利数に応じて対戦相手を指名することができる。ガーディアンステージは勝ち抜き戦となり、3人のガーディアンに勝利すればファイナルステージへ進出。ただしガーディアンは1人1回ずつ使うことができる特別な効果を持ったエクストリームカードを持っている。そしてファイナルステージではユーザーチームとガーディアンチームの代表者による一本勝負。それぞれの代表者はガーディアンステージまでに使用した3デッキとファイナルステージ用デッキの合計4デッキから1つを選択。さらにガーディアンは色縛りもなくエクストリームカードもない正真正銘のガチバトル。挑戦者が勝てば賞金100万円、負ければ賞金はゼロに。前回自分のアタックステップ中で手札下に濡れ手札手元のカードを使用するときにリザーブから3個を取らしに置かなければ使用できないです。はい、ガーディアンステージ2戦目、 WBS デッキを使うメロが飛燕デッキを使うアライを撃破。続くガーディアンステージ3戦目、はい、使うしかないか。エクストリームカード、はい、使います。さあエクストリームカードしました。試練のエクストリーム、はい、ベルゼブモンブラストモード。坂口を追い詰めたメロだったが、高打点攻撃に打つ手なく惜しくも敗北。坂口さんと小川さんが残ってる状態で今小田さんのみということになりましたけども、そうですね、ラストそう、まあ、緊張してるんですけど、まあ、自分のあとやることやるだけなんで頑張ります。このデッキめっちゃ気に入って僕作ってて、で気に入りすぎて俺自腹でおぼろのシークレット買ったんですよ。探して探してそれぐらい気に入ってんのに一戦目悪いとこが全部出ちゃった。逆に出し切ったかなと。次はブンブンよ、いきます。最低でした。勝つ、まあ、もう2戦あるから、うん、ここはまあ13番勝つとっけ。頑張って、めちゃくちゃ緊張してます正直。いやー、やっぱエクストリームカード使わせてくれたからこそやっぱ勝たなきゃいけないし、あるよ、ま、負けないっす。お願いします。最後のバトンを託された小田か、相棒おぼろと歩む坂口か、果たして勝つのは。ガーディアンステージ第4試合、先攻紫のガーディアン坂口周平、後攻オーガナイザーズ小田さんです。ゲートオープン、開放。よろしくお願いします。じゃあ先行もらいます。スタートステップ3。エクストリームカードがない真っ向勝負。おー、ここ小田さん勝てばファイナルステージ進めるわけですから。はい、つないでくれた大事なバトンを、でメインステップ終了して、デッキタイプ的にはどうでしょうね、エヴァンゲリオンに分があるように私には思うんですが。なるほど、このステップ。いや俺の時もうちょい手札明かせたかったな、全然見せてくれなかったの。じゃあゴルゴダオブジェクトミラージュでセットします。はい、効果使います。はい、単に1回自分の手札によるネルフを持つ
紫一色のカード1枚を破棄できる。そうした時自分はデッキから2枚ドローするので、じゃあエヴァンゲリオン13号機記憶の世界を破棄します。エイジス戦と同じ動き、ドローもあります、はい、3コストでゴルゴダオブジェクトを配置します。ゴルゴダオブジェクト、いやー微妙メインステップの方を使います。ターンに1回自分のトラッシュにある、怒り言動13号機ロンギニスによりアディショナルインパクト1枚手札に加えるので、じゃあエヴァンゲリオン13号機記憶の世界を手札に加えます、はい、早速回収した。バーストセットします。バーストもちゃんと貼れる、はい、とアタックステップ入ってコマになります。スタン終了で、はい、ターンもらいます。スタートステップ、そして坂口さんドローステップ、やっぱちょっとフリー対面かなという。このメインステップ終了したアタックステップをします、はい、アタックアタック時効果でカウントプラス、どうぞ。カウントプラス、ファイン効果は対象がないので、はい、フラしないです。こちらもないです。1点フリーします。ケージバーストケージはないです。削るバーストもないです、はい、じゃあこれで単終了です、はい、ストートステップコアステップドローステップ、ゴルゴダオブジェクトのミラージュ効果使います。はい、13号機記憶の世界を発揮して2枚ドローもらいます。じゃあ、メインステップの効果使います、はい、じゃあトラッシュにある、エヴァンゲリオン13号機記憶の世界を回収します、はい、どんどん回収する、4コストで、異界心理真空率の現代を、はい、召喚します。召喚時で、まあ、2枚とどんどん手札が増える。このドロー力こそがエヴァンゲリオン的な強みか、まあ、対象がないので、はい、まあ、それで、メインステップ終了、アドクステップ行ってコマの予想ターン終了で、はい、嘘だろ、マジで言ってる、そんなことある、弱いね、弱すぎ、ハモライはスタートステップ、ロードステップバーストセットして、どうぞ。でも先ほどと同じなのか、手札が相当重い可能性がありますね。悩まれてますね。じゃこのままメインステップ終了したアタックします。アタックで。ネクサスちょっと引けてないのしんどいですね。効果は対象がないので。そうですね。ラッシュはないです。はい。じゃあ、ラッシュもあります。はい、どうぞ。大丈夫。さあこちらこのスピリット召喚降臨時でコア3個以下の自分か相手のスピリットネクサス1つを破壊できる。降臨時効果で怒り神事を破壊します、はい、で破壊した時におぼろの効果で結晶の効果で破壊したので1枚取る、どうぞ。じゃあ、はい、何も提示はないです。はい、じゃあ消滅、はい、破壊します。よし、ないです。こちらもないです。ライフでいけます、はい、ケージバーストがあれば、ケージで砲爆演劇、はい、砲爆演劇、うん、じゃここは破壊されました。そうだ、破壊します。じゃこれで単種です。ソフトステップ、コーステップ、ドローステップ、じゃあゴルゴダオブジェクトのミラージ効果で13号機対して2枚、はい、と思います。効果で、はい、トラッシュにある怒り言動13号機ロングですよりアディショナルインパクトなので、じゃあ回収、はい、をします。ちょっと考えます、はい、まあ、おそらく準備ターンにするんじゃないかなとは思うんですが、それにしてもうちょっとネクサスの横に並べたいですね。足場をちょっともうちょっと欲しい。紫の世界入ってきた。紫の世界、はい、うん、配置時効果1枚ドロー、はい、2コストで怒り神事召喚します、はい、1コストで召喚時で1枚ドローします。バスあればちゃんとバージャーダレスケアしている、はないです、はい、2コストで回り、はい、さあここは回りします、はい、1枚召喚します。メインステップの効果を発動します、はい、じゃあ8枚オープンします。マリ、シンジ、初号機、絶好表示、カシウス、ゴルゴダオブジェクト、ケンスケ、トウジ、
その中のブレイブカードを1枚手札に加える。残ったカードをデッキの上に戻す。この効果で怒り神事を手札に加えたとき、ボイドからコア2個、初号機かトラッシュに置くので、はい、怒り神事を加えて、はい、残ったカードを好きな順番でデッキの上に戻すんですが、この順番で上から、うん、ちゃんと取り切れるように計算しています、はいはい、こんだけの量を一気にドローできるんだからすごいですよね。神事を加えて2個をブーストします、はい、バスト取りました。大丈夫です。はい、うん、ここでも開かなかった。ラスケン世界の怖い、はい、で、神事に怖い2個きます、はい、もうアタックステップ入って何がせずターン終了。はい、じゃあたまらますスタートステップ、このステップ、これでもし13号機がブレイブ4本背負ってアタックしてくると手札4枚吐きまでありますんで、ちょっとどうしようもなくなりますね。そうなると、そうですね、メインステップ終了してターンエンドです。何もできない、はい、コアステップ、ドローステップ、ちょっとやっぱカウンターのカードばかりになるとエヴァンゲリオン相手には分が悪いですね。待たれるとちょっと、ブログドオブジェクトのミラージュ効果使います。はい、エヴァンゲリオン13号機記憶の世界を破棄して2枚ドローもあります。はい、さあ先ほどトップに戻したカードたち、じゃあメインステップの効果使ってトラッシュにあるエヴァンゲリオン13号機記憶の世界を回収します。はい、当時を配置します。はい、配置時効果で自分の手札にある怒り神事相田健介1枚を1コストを知らずに召喚配置できる。そうしたとき自分はデッキから1枚ドローするので、そういう効果で支払いましたか。はい、じゃあ相田健介、はい、相田健介を配置、そうしたとき1枚ドローになります、はい、で配置時で自分の手札にある怒り神事式並み1枚をコストを知らずに、召喚配置できる。そうしたとき自分はデッキから1枚ドローするので、怒り神事シンクロ率無限大を、はい、じゃあコア4つにして召喚します、はい、そうしたとき1枚守りたいのはこっち。で、じゃあ怒り神事のブレイブの召喚時発揮します、はい、2枚ドローで、2枚ドロー、バスト取りました。はい、どうぞ。はい、バージャーダレス、じゃあ、投げる人、ここは2枚ドロー、うん、召喚、あ、そうっす、はい、で召喚します、どうぞ。何個置くかっていうのもなかなか難しいんですが、そうですね、13号機にアタックされるとコアトラッシュに置かれてしまいますので、じゃあエヴァンゲリオン試験初号機カシウスの槍、はい、召喚します。カシウスの槍、で怒り神事プレイします。はい、じゃあコースでガイウスの槍を、ガイウスの槍もブレイブは怒り神事をブレイブしている自分のスピリットカードにブレイブの数を無視して1枚だけ追加でブレイブできるので、はい、します、はい、直接ブレイブする。そしてガイウスの槍の効果で初号機とのブレイブ中、このバトルの間相手は効果でアタックステップ終了できません。これで、アタックステップに入ります、はい、アタックでアタックした時ガイウスの槍から解決してトラッシュから1個ライフを置いて、はい、どんどんライフ回復するぞ。これは効果で自分のスピード相手のスピード1体の子は全てをリザーブに置く、または自分のデッキから2枚ロスなので2枚ロスします。で下の効果で、自分の手札にあるエヴァンゲリオン1枚をゲームから除外できる。そうしたときこのスピードを回復し相手のスピードを1体破壊するので、じゃあエヴァンゲリオン13号記憶の世界を除外して、はい、回復して破壊まで、はい、破壊まで、それに対しては手順ないので転生考えます。転生します、はい、紫の世界転生、ソウルコア一応戻しておく。でカウントプラス1で、はい、まあ転生時は特になります。フラッシュあれば、フラッシュタイム、はい、どうぞ。そう、フラッシュ、バンショーラがまず乗る、バンショー、はい、どうぞ。でここは3個以下の自分か相手のスピリットをネクサス1つ破壊できる。ここは、はい、はい、破壊したのでお衣効果、どうぞ。マリオを破壊してきましたか、破壊に対する手順はないです、はい、こちらフラッシュもないです、こちらもないです、はい、じゃあそのアタックはライフ、はい、3点受けた、ライフ受けました、
どうぞ。やはりここはデスタメント。うん。いやまあ。はい、まあ、3個以上の相手のスピリットを1体破壊する。自分のカウント1以上の時、この効果は相手の効果で防げません。なので AT フィールドを破壊します。こうします。はい、コマターン終了。はい、ターン返ってきた。うん、ファーステップ、ドローステップ。さあ、坂口さん、今度こそ動けるか。ファースト、うん、紫マジン、どうぞ。紫マジン来た。残した。はい、で、フレイブの召喚時効果。じゃあガイウスの顔1コア、はい、イザベル。フレイブの召喚時効果出ました。特にないです。じゃあこの状態でアタックします。はい、どうぞ。アタックさあ、バンショウ、いた。6の効果で監督ですにして、どうぞ。ここは1個いかないか、ユースを破壊します。で、破壊したので、ボールの効果で1枚と。どうぞ。紫魔人の疲労破壊は取れないです。はい、これで、手じなければフラッシュ。最大に計算を狂わせるカードを引いてるかどうか。耐えてくれ。じゃあ、フラッシュで。はい。このカードですよ。即の時だ、怒り真珠君。今度こそ君だけは幸せにしてみせるよ、発動します。はい、このターンの間、自分のライフはコア2個以下の相手のスピリットのアタックではいらない。さらにカード名怒り真珠を含む自分のブレイブネクサスがあるとき、相手のスピリットの全てのコア1個になるようにザブロックのスコア1個になります。すごい、はい、これなんですよね。いらっしゃれば。タイトルにはもし入れてかった。フラッシュないです。ないです。じゃあライフでいきます。はい、3種類。はい、よしでた。おパターン変えさせろ、えなかった。ステップ。さあ、ラストターンなるか。うん、よし、ステップ、メインステップに入ります。ブレイブします。ゴルゴダオブジェクトの効果で、自分の手札にあるネルフを持つナスキッシュクのカード1枚発揮できる。そうした時、自分は1回2枚ロボするので、予算5機記憶の世界発揮して、はい、じゃあ2枚コルガドオブジェクトの効果で、トラッシュにあるエヴァンゲリオンダイス13号機警官世界を回収します。はい、2コストで紫の世界で1時で1枚目に、はい、バースト取りました、ね、大丈夫です。はい、試験初号機カシウスの槍。試験初号機カシウスの槍、2コストでマリオブレイブします。はい、直接ブレイブする形で紹介します。はい、アタックステップ入って、アタックして、さあ、上の効果で相手のスピリットのコア全てをリザーブに置きます。はい、して回復まで、はい、あ、下の効果でスピリット1体破壊の効果です。さあ、再びサラチになった。いらっしゃれば。そして AT フィールド発揮中。じゃあフラッシュで、はい、どうぞ。うん、ラジオラ持っている。はい、さあ、さすがに、しかしここは温存しているカシルスの槍が飛んできそうではありますが、できるんですね。これ時刻使いたいです。はい、ケンスケ。はい、はい、うん、さすがにマジックカード拾われるのは。エヴァンゲリオンマークス、ここで当ててきた。ロシウス来た。さすがに戻ってる。ケンスケから1コストしたこれを使ってしまうことで、ケンスケのレベルは下がってしまいますが、フラッシュあれば、こっちはフラッシュになります。フラッシュあれば、はい、一回は守れるですが、私です。はい、私です。これですね。はい、しゃあないです。よーし、取った、これは通った、さすがに。
ターンに1回自分の手札にあるエヴァンゲリオン1枚をゲームから除外することでフィールドに相手のマジックのコップを1つ残します、はい、じゃあドライブ1点しか知らない効果を無効にされました。はい、じゃあ、ありがとうございました。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。小田さん、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでしたか。いやあれですね、紫なんでそのデスタメントとか先も使用されたんですけど、そこら辺の処理札をどうかわしながらゲームを進めていくかっていうのがやはり難しい対面だったんで、すごいちょっとまあ見応えのある試合をできたなって個人的には思います。なるほど。さあ、そして坂口さん、はい、いかがでしたか。いや、エヴァは結構練習したんですけど、一番苦手な対面の一つではあるんですよね。無理くり対面だったと思います、はい、次も頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。これはマジで俺自信ある。めっちゃいいマッチでしょ。これ今のは素晴らしかった。最後のケアの仕方完璧だったでしょ。素晴らしかった。最初のステージ、ナイステージ行けるようにね。ちゃう頑張ろう。自分の実力をガーディアンの方々に見せつけてやろうかなって思います。100万円取ったら日は変わらず。はい、もちろんそのために今日精一杯頑張ってる。小田さんも多分見てくれてると思うんで、カメラにコメントを待ってます。キスイッターとかではいいのでおめでとう一言くれると嬉しいです。最後に立ちはだかるのは青のガーディアン小川翔平。悩みました。一番最後のエクストリームゲーム、一体何デッキを持っていこうか、一体どの子と一緒に最後を飾ろうか、たくさん考えました。その結果、はい、40枚全部違うカード持ってきちゃいました。まあ、シャック君を入れるとラオン君入れられないんで、ストリームドローはラオン君のイラストにしようとか、やっぱりね、小川といったらこのジークフリードアビスとかね、このタイタスエルグランデ、このカードもね、まあ、やっぱり思い出たくさん詰まってるんで、本当に小川が好きなカード40枚詰め込んで最強のハイランダーデッキを持ってきました。やはりね、カードゲーム巡り合わせですから、はい、トップから引いたカードで戦っていきます。はい、その場面その場面に合った最適のカードをしっかりと手札に引き込んでいって、まあ勝ちに行きたいなと。まあフィニッシャー級としてはクロノドラゴンだったり、あのまあアルケーガンダムももちろん入ってたりね、ディザイアタンだったりも入ってたりするので、フィニッシュプランもかなり豊富にありまして、まあ相手のデッキによってプレイングをうまく変えて臨機応変に対応できたらなっていうふうに思ってます。小川と青のカードたちの6年の絆の力見せてやります。いってきます。絶対勝つ。心境いかがですか。いや、とりあえず一勝できて、まあ、気分も乗ってきたんで、まあ、なるようになるでしょうって感じで自分のベストができるように頑張ります。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。推しとのデートのため100万円への道を切り開きたい小田か、エクストリームゲームでの思い出を詰め込んだハイランダーデッキを使う小川か、果たして勝利はどちらの手に。ガーディアンステージ第5試合、先攻青のガーディアン小川翔平、後攻オーガナイザーズ小田さんです。ゲートオープン、開放。ではよろしくお願いします。先行いただきます。はい、どうぞ。スタートステップ、コアステップなくてドローステップ。さあ、シャック持ってきてソーハーかと思いきや、何ですかこれは。ハイランダーデッキってやつですか。入ります。まさかまさかこんなデッキ持ってくるとは、うん、どういうことなんですか。ね、もう3人制最後のエクストリームゲーム楽しむ気満々じゃないですかお母さん。では3コストで、流星降る丘の遺跡を配置します。はい、久しぶりに見るカード。何それ。いや、あれか、ドライアンシューティングスター型じゃね。シューティングスター型か。こちら相手は相手のフィールドにあるシンボルと同じ色を含まないマジックカード使用できません。さらに自分のカウント5以上の間、相手は相手のフィールドにあるシンボルと同じ色を含まないアクセルを使用できません。
そしてレベル2は自分のアタックステップ開始時、自分のスピリットの系統神聖を持つ降臨元カード1枚1コースを支払って召喚できると。では、バースト1枚セットして、これで、メインステップ終了してエンドステップ大丈夫です。サブステップ、コアステップ、ドローステップ、ここしてマキナイナミーダストリアスオマトセシンジクを召喚します。まあ8枚オープンで碇シンジに出会えない。ブレイブカードを回収します。ガイアスの槍を回収します。ガイアスの槍を回収、はい、で、あ、そうですね、まあ、ただブレイブカードを回収できるんで、ここはガイウスの槍、はい、ただ碇シンジを引っ張ってなんとかコアブまでしたかったんですが、試験初号機カシウスの槍で連搬していきますからね。強靭絶好初号機、はい、メインステップ終了、タックステップ、コマ内容接端終了で、はい、ではターンいただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、4コスト1軽減、3コスト支払ってヘファイストスの火事神殿を配置します。ヘファイストス、まあ、エヴァンゲリオンと見たらやっぱ手札は保護しておきたい。2コスト2軽減、どうぞ。アイボードのシャックを召喚、はい、どうぞ。ヘファイストの火事神殿のレベルを上げます。どうぞ、うん、これでアタックセプリン、どうぞ、はい、でアイボードのシャックでアタックします。アタック時にカウントプラスにして2枚引いて2枚吐きなんですが、シャックの効果で吐き枚数マイナス1で1枚吐きします。どうぞ。ほっ、さあ何と出会えるか。いやー、これめっちゃ悩むな。まあ、当然ですよね、1枚しか吐いてないカード何捨てていいのかって確かに同じカード二度と出会いませんからね。それは悩みますよ。ではここは、ジークフリードアビス、はい、うん、ジークフリードアビス吐き、はい、何あれ、普通の走破じゃないよ。フラッシュはなしで、こちらもフラッシュはなしで1点、はい、ライフでいけます。はい、提示はないです。提示なし、こちらの提示もなしで、はい、はい、ではこれでアタックセプ終了して3勝で、はい、スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、ケンスケで間ケンスケを配置します。はい、どうぞ。自分の手札にある碇シンジ式並み1枚をコストを支払わずに召喚配置できる。そうした時自分はデッキから1枚ドローするなので、碇シンジ真空率無限大を、うん、このセットでも言いましたか、はい、4つのセネは、まあ、デッキトップに戻した間、はい、そうした時自分はデッキから1枚ドローして1枚ドローになります。シンジのブレイブの召喚時の効果を発揮します。合計3枚ドロー、デッキから2枚ドローする、相手のグラウンドカーに隠すのかを6個覚えるのが決めですが、また一緒がいいので、はい、はい、さあ7コスト3軽減4コストで、ワンゲームで結果しですね、召喚します。いった、いった、いった、よくいった、よくいった、走れ走れ走って走って走れ、マキナイマリーラストです。この後進んでいくとします。これでもう連番が可能、バーストセット1点アタックした分でコア足りましたね、うん、アタックステップ入ります。エヴァンゲリオン試験者号機カシウスのやりでアタックします。相手のスピリットの子すべてをリザーブに置く、または、自分で1回2枚ドローするので2枚ドローを選択します。はい、下の効果で自分の手札によるエヴァンゲリオン1枚をゲームから除外できる。そうした時このスピリットが回復し相手のスピリット1体破壊します。エヴァンゲリオン13号機記憶の世界除外して回復してシャック破壊で、シャック破壊で、はい、はい、火事神殿の効果ってあれですね、3コスト1回、そうですね、3以下のスピアルがアタックした時ですね、はい、では魂状態で残します、はい、このままフィニッシュまで行ってしまいますでしょうか。2枚とも失礼します。止まんな、止まんな、こちらフラッシュはないです。じゃあライフで受けたらどうか、はい、ライフで定時とあれば、ライフ減少で、はい、シンウルトラマン、あ、これは強い、はい、はい、あ、
手札にあるこのカードは相手によって自分のライフが減った時にコストを支払わずに召喚できるので、ウルチンウルトラマンをソウルコアを乗せて召喚すれば召喚します、はい、エヴァンゲリオンを破壊できる。この召喚に対して何かございますでしょうか。さあカシウスの槍さすがにないです、はい、ない。では、召喚時の解決までどうぞ、はい、召喚時ブレイブのコストを無視してコスト7以下の相手のスピリット1体を破壊し、破壊できなかった時自分のトラッシュにあるスペシウムコース1枚手札に戻せるのでブレイブのコストを無視してソロコアが持ってるので、はいはい、じゃあ一挙にフィニッシュまで持っていくかと思いきや、はい、どうぞ。まさかシングルトラマンがそれを阻止した、はい、面白い。このまま楽しいよね。はい、ではターンいただきます。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、では4コスト、はい、おグロのドロー2軽減、2コスト支払って、はい、時空竜クロノドラゴンを召喚します。どうぞ。はぁ、あ、いえーあの来るのは大丈夫、10個入ってるから。結構何でもありや、何でも入ってる。バスター張り替えます。うん、はい、ここは早々にファラオンも開けた。ファラオン開きして1枚セット。どうぞ。くっか、でははい、アタックステップに入ってどうぞ。時空竜クロノドラゴンでアタックします。アタック時効果で自分はデッキから1枚ドローする、はい、さらに相手はバースト効果を発揮できないなので、まあ、バースト効果を発揮できなくて1枚ドローします。ブラッシュないです。ブラッシュはない。こちらもソウルコアで支払っててもよかったかなっていう感じですね。はい、何か提示ございますでしょうか。提示はないです。え、相手のライフが減ったか、このスピットが相手のフィールドを離れるときにこのスピットに自分のソウルコアを置いて裏返せるので転生します。ソウルコアを置いて、まあ、一応何かあったときのためにソウルコアを転生したのでカウントをプラス1、はい、で、転生時効果で、系統期限を持たない相手のグランオカンネクサスを1つを破壊する。さらにこのスピットは回復するので回復します、はい、さあそしてカウント3なのでアタックでライフ2点取れる状態になった。やはり強いぞクロノドラゴン。クロノドラゴンすごい。時空竜王クロノバーストラグンでアタックします、はい、レベル2さんのアタック時効果で相手はバースト効果を発揮できません。さらに自分のカウントが3以上の時相手のライフのコア2個をリザーブに置きます、はい、さあ、はい、どうか。これによる何か提示がございますか。提示はないです。提示なし。え、なんで、え、ゾコ使うんじゃない。え、ゾコ持ってないの。これはマジックカードも使用できない状態か。もう決まるのか、まさか。こちらもフラッシュはございません。ない、なんと決まりました。終わっちゃった。びっくりですね。ミスターゼッコスターゼッコゼッコ。さあ小川さん勝利おめでとうございます、はい、ありがとうございます。急にいい勝負が決まりましたけれども、マリダサターンにバーストセットしなかったので、はい、まあ、おそらく今のターンセットされたバーストはまあ絶好だろうなと思って、で、まあ、絶好であればクロノドラゴンでそのままバーストを封じながらまあ攻めていけるので、はい、バースト絶好読みで、はい、まあ、この星降る丘で相手の標準も止めてますので、なるほどなるほど、まあ、攻めきれるのかなというところはちょっと攻めていったのが良かったのかなという気はします。うん、素晴らしい。さあ小田さん、はい、いかがでしたか今の戦い。そうですね、最初の見えたネクサスで、シューティングスターが入ってる、はい、ドライアンシューティングスターが入ってる、神聖デッキだと思ってて、神聖デッキはこのアタックステップ終了できないままその連続でパンチしてきて、でシャックがスピリットの効果のバーストが出ないんで、はいはい、マジックの1点回復に使った方が有意義かなと思ってセットしたんですけど、クロノドラゴンが出てきたんでやっぱちょっと裏目に出てしまいました。実はこのデッキハイランダーでして、え、全部1枚しか入ってないんですよ。それ読めません。誰も読めません。それでマジか。かく乱できましたね、それでね。かく乱できましたね。見事にちょっと狙い通りだったかなと思います。さあ、オーガナイザーズ惜しくもガーディアンステージ参拝してしまったので、100万円の獲得の挑戦はここで終了でございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ごめん、本当にごめん、マジで裏目った。無理だ。いや、ハイランダーだったね。ハイランダーは無理。やっぱ、あれですね、エクストリームカードがある中で対戦するってなるとちょっと考え方も違うんで、いい勉強になりました。
定概念崩れるぐらいのデッキがいっぱい出てきて、なんか一つのアジアいかなかったり、なんかそれも込みで敵とかちょっと間違ってたかなと思って、なんか悔しいです。記念すべきエクゲー3人制の最後の回で100万取りずに終わってしまったんですけど、もう3人でこの場に立ったことがとても嬉しいですし、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、有意義な時間を過ごしたので良かったです。本当にありがとうございました。ありがとうございました。展開第1章先人が5月27日発売予定です。さあ本日はその中から紫のエクスレアスピリットをご紹介したいと思います。それがこちら、はい、じゃん、血気新章極おぼろ。はい、ありがとうございます。さあ暴動者ダンの契約スピリットたちは超契約降臨した姿に進化しましたが、なんとですね、契約者カイの契約スピリット相棒武者おぼろは裏契約降臨しちゃうみたいです。裏契約降臨なんかこれ流行ってんのかな超契約降臨は自分のソウルコアを自身に置くことで降臨できましたが、裏契約降臨はなんとですね、自分か相手のソウルコアをトラシに置くか相手のカウントをマイナス1することで降臨できる効果となっております。なんだとどういうことなんだこれは。はい、これ相手のソウルコアかカウントを使えるとなると、いろいろな動きを邪魔できますよね。いかにもね、ライバルっぽい契約降臨です。はい、早速効果の方を見ていきましょう。お願いします。まずは降臨アタック時効果でターンに1回ではありますが、このスピリット以外のコア5個以下の自分と相手のスピリットアルティメット合計5体までを破壊でき、3体以上破壊した時にアタックステップ中であれば相手のライフのコア2個をトラッシュに置くことができます。これフラッシュタイミングで飛び出し機で一気に相手のライフのコア2個を奪えちゃうんですね。これ自分とって書いてあるってことは自分のスピリットを破壊してもいいってことですか。はい、これはね、これはまあおぼろを使ってきたけどね、やっぱ自分のスピリットも破壊できるっていうのはもうおぼろの目玉の一つでもあるんで、はい、そんで相手のソウルコア取れるんでしょ、はい、大好物いやそうなんです、それだけでももちろん強いんですけど、下の効果でなんとですね、レベル1から系統審判か決勝を持つ自分の効果で相手のスピリットアルティメットを対象にする効果は相手の効果で防げなくなります。おー、きたー。もうどれだけ相手のフィールドに守りの硬いスピリットやアルティメットがいてもコア5個以下であれば破壊可能ということですね。すごい、もういかにもね、おぼろの効果は極まった感じがいいですね。おぼろデッキの超強力なフィニッシャーになってくれそうです。いや、待ちわびた。コア4個のところがボーダーラインなのよ、はい、ここが厳しかった、はい、いや5個以下ね、いいですね、素晴らしい。いや、おぼろ楽しみですね、これは。ありがとうございます。契約編回第1章先人はブースターパック9枚入り税込み330円、5月27日土曜日発売予定です。そして先人が10パックと汎用カードやコアなどがセットになった契約編回第1章先人スタートボックスは1セット税込み4000円、同じく5月27日土曜日発売予定です。皆さんぜひゲットしてくださいね。ここでオリジナルアニメーションを使用した契約編回第1章先人の CM を最速公開。バトルスピリッツ、強大な敵との激しい戦いの末囚われた放浪者ダン、しかし一人の少女の登場により物語は大きく動き始める。放浪者ダンを解放すべく契約の巫女トアとウィズの新たな冒険の幕が上がる。契約スピリットとブレイブの力で世界を切り開け。新シリーズ契約編回第1章先人5月27日発売。協力カードを手に入れろ。バトスピニュースです。さあ続きまして、ここからはこの私たち3人でこちらの商品ご紹介したいと思います。
エクストリームゲームメモリアルバトスピザットが発売決定です。メモリアル、メモリアル、おめでとう。大メモリアル。でこれ何なのかというとあんま知らないんですけども、はい、バトスピエクストリームゲームのリニューアルとカリスマ3名の卒業を記念したメモリアルバトスピセットがですね通販サイトプレミアムバンダイで登場します。おお、プレバンですね。やっぱプレバンって今多いですよね。やっと我々の商品が出るね。来た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 、商売上手感ね。これがどういう予約方法なのかな。じゃあご紹介していきましょうか、はい、私たちガーディアン5名とバトスピのカリスマ3名による新規コンセプトカード全8種を収録するほか、ガーディアンとカリスマそれぞれをイメージしたオリジナルデザインの特製スリーブ2種やカードケースも1種同梱されるそうですと。これはなんだ、ちょっと待って、1個いいですか、待って待って、ガーディアン5名とカリスマ3名のコンセプトカードってまあこれまでちょっとそこ引っかかったね。ガーディアンって、うん、全部で6色というか6人いる中で、うん、5名と、うん、3、え、この中の3人のうちの誰かの商品ないとかないですよね。ああ、そういう計算、本当だ、台本に書いてある通り読んだけど5名って書いてあるやんけ。そう、5名なんだよ。あれ本当だ。ということは、ということは誰かがファッと消えた。え、これ不吉な感じしますね。え、やだ、俺は商品化してほしい。だって今からめっちゃ考えたじゃん。そうそう、考えた、めっちゃ考えた、メモシーンで考えた、めちゃくちゃ考えた。さあ誰がいないんでしょうか。そんなメモリアルバトスピセットの中から早速我々がプロデュースしたカードをご紹介していこうと思います。ってことはこの人は当選した人です。まずは周平さんからお願いします。よしよしよし、あ、来た、1枠取られた。俺がプロデュースしたカードはこれだ。おー、マジックカルマギア。こっけーこっけー。これなんすか、これこれね、我々何度かプロデュースカードは作ってきたけれども、うん、マジックカード実は出てないのよ。あ、ないんだ。そう、で、うん、この効果4コスト3軽減のマジックおでね、うん、つけたかった効果が上についてるんですよ。手札にあるこのカードは自分の紫のスピリットが相手によって消滅破壊された時にコストを支払わずに使用可能。おー、強い、もう強い、これでもう強いですもんね。でフラッシュで自分の手札かトラッシュにある対象カードを軽減シンボルを全て満たして召喚できる効果になっているんですけれども、ここからちょっと長いです、すいませんね、長い、尺もらいます。系統、家臣、主君、実感、神王、カイト、アマト、化身、セキト、キエン、ライゼ、先生、結晶を持つ、コスト4以下かコスト6の紫一色のスプリットカードが対象になってます。おお、すぎ。今何個言いました、何個言いました、いっぱい、いっぱい。これ何かっていうと、確かに確かに、俺一旦バトスピちょっと引退してた気があったわけよ。はい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 、でバーニングソウルで復活したでしょ。そうですね、そこから今までのガーディアンの今期までの、そういうことだ、だから過信スタートなんだ。期間限定のメインになる系統を網羅してみた。あー、え、そのせいで急にトラッシュからラッシュを飛んでくると思う。そう、強すぎでしょ。あるぞそれ。だって6も呼べるから、神王とか結構悪さできそうな、もうたまったもんじゃないですよ。相手のスピリット破壊したらラッシュを飛んでくるのたまったもんじゃないですよこれね。化身だってさ、蛇の化身6コスだったよね確かね。うわ、これやばいぞ。ちなみにだよ、さっきスルッと言っちゃったけど手札かトラッシュだからね。あれ、トラッシュもいいんすか。え、トラッシュもいい、しかも手札からも出せるから、うん、もうダメだこれ、分かんない、トラッシュ見てラッシュなかったらって安心してたら、うん、手札から出てくるんでしょ。やばいって、やばい。しかもこれ軽減コストを満たして召喚だから総力を払いながらラッシュ出てくるよ。最悪だ。考えてる。やらしい、やらしい、やらしい、やらしい。満面さらちでも破壊したら軽減シンボル満たして出てきますからね。そうだよね。え、強い、このカード、おぼろの劇場を自分ですり抜けてくるから。確かに。あとは召喚時効果出ないって書いてない。いいんですか？今ならまだ間に合うんじゃないですか？まだまだまだいいんじゃないか？ガーディアンの5枠まだ間に合うんじゃない？まあ待て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 。そもそもね、このカードなんで作りたいかっていうと、はい、俺ねザテス大好きなのよ。ザテスをどうにかして出したいなっていうところから始まったんだけど。なるなんかね、なんかね、開発会社の方からザ・デス出すために6出すんだったら5はなしねって言われて、あ、だから5だけない、なんかちょっといびつな感じになっちゃって、だから5以下にするか4以下と6にするかどっち選びますみたいな2択になって6 6でってなった結果ちょっとこんな感じになっちゃったんだけど、え、こ
これあれですよね、あの言ったもん勝ちだから言ってるみたいな感じじゃないですもんね。何それ。今言っちゃえばもう効果変えられないみたいな。ない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 、今効果足してないですよね。大丈夫ですよね。系統何個か足されたら分からないです。俺がやるとしたらしれっと5もありにするぐらい。悪い子多いぞ、ここすとにも。まだいやでもこれ使いたくなりますね。ね、可能性が本当に広いよね。めちゃくちゃあるんで。いやいいな、このカード。前々からコストを支払ったものとしてとか軽減コストを全て満たしてとかね、そういうリアニメートをね作りたいなっていうふうに思ってたんだけど、なんか ね、今までちょっと縁がなくてというかタイミングが悪くて作れなかったのがようやく作れました。使ってこれ強いわ。いや、はい、いいな。で次は続きましてもう1枚紹介できるそうですけれども、もう1枚、これは誰が誰ですか、これは。はい、まあ、じゃなきゃいないよな、ここに。ないだと思ったよ。こちら台本に書いてあります、うん、じゃあ続いて、うん、この私小川翔平がプロデュースしたカードをお見せいたしましょう。それがこちらです。どうぞ。うわ、かっこいいな。はい、青のネクサス、迎撃する爽快都市。おー、迎撃とな。はい、もうまずイラストが素晴らしい。この1点にまずはつきますね。まずね。はい、うん、これこだわりがイラストありましてですね、まず見てください。これあの城の前に小川が流れておりましてですね。あ、これ川なんだ。はい、これ小川が流れております。あ、小川がね、はい、あ、これ君だ。はい、これスモールリバーです。あ、はい、ここで出してくるか自分を。そしてさらにですね、ネクサスの上の部分を見てみるとですね、高台に私小川翔平が大好きなあのラオンくんがですね。あ、いた。あ、いる。はい、こっち見てる。はい、こちらラオンくんがですね、腕を組んでこちらを見てる。解像度が追いつかないぐらい拡大しないとわからない。はい、これ私の超こだわりポイントです。小川×ラオン、イラストレーターさん頑張ったな。もう最高のネクサスのカードとなっております。お、はい、これだけでね、皆さんにぜひ手に取ってほしい商品となっておりますが、でもやはりバトルスピリッツこれだけでは終わりません。効果がありますから。気になる。はい、見てください。まずは4コスト2軽減、まあ、ネクサスとしては初手から置ける、まあ、一般的な ね、まあ、ねコスト帯になっております。そして青シンボルが1個、はい、なんですが、まず配置時、自分はデッキから2枚ドローした後2枚破棄する。ああ、はい、増やしない、うん、はい、ただその後手札以外から配置していた時、最もコストの低い相手のスピリットまたはアルティメット1体を破壊します。あ、なんか気な臭くなってきたぞ。はい、そして手札以外からだと。手札以外からです。そしてですね、まあ、レベル2の自分のエンドステップ、うん、系統走破を持つ自分のスピリット2体を回復できる。まあ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 強いんじゃない。そして目玉上を見てください。まずはですね、トラッシュにあるこのカードは系統走破を持つ自分の効果以外では配置できません。まあ、なので、まあ、残念ながらホワイトジャックだったりそういうのでトラッシュからタダで配置ってことはできない。ああ、鉄拳妙でも無理だ。はい、あですが、その分強力な効果下にあります。ターンに1回同盟、うん、トラッシュにあるこのカードは相手のターンに自分の青一色のスピリットが相手によってフィールドを離れるとき配置できます。それでか。はい、なのでもう自身でこのネクサスの配置時を満たすことができるんですよね。はい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 、そこのカードがトラッシュにあれば相手のターンに自分の青一色のスピリットが相手によってフィールドを離れるときにトラッシュから4コスト2軽減払ったら配置して、うん、で迎撃するたびに2枚引いて2枚破棄して相手のスピアルを1体破壊できます。しかも最もコストの低いってだけだから、はい、こっちのフィニッシャー短期で突っ込んでいたら、あ、じゃあ低いんでって、もう軽く迎撃します。うちのグローカイザー君も、はい、コスト9だけど、そうです、まあ周りから比べて低いですよねと。はい、しかもですね、ここで効いてくるんですね、このレベル2の自分のエンドステップ、走破を持つスピリット2体を回復できる。これですね、相手のターンに自分の青一色のスピリットが相手によってフィールドを離れる時なんで、回復したスピリットで相手のスピリットをブロックして戦闘で破壊されたとしても相手によってフィールドを離れてるんで、あれ、あなた今私のこの走破、大切なラオンちゃんを破壊しましたね、じゃあ私迎撃させていただきますってことができるんですよ。うわ、厄介すぎる。赤と紫とっても辛い。とっても辛い。とっても辛い。まあ昨今ね、やっぱりネクサスすぐにやられてしまうので、やります。まあ配置して2枚引いて2枚破棄、うん、これでまずはどんどん手札を良くしていって、うん、でこのカード2枚目ないし破壊されてしまってトラッシュにあればそのまま迎撃する準備が整う。なるほど。もう自分の効果どんどんねトラッシュ送っちゃってもいいわけだもんね。しかもこれちゃっかりあの走破以外でトラッシュから配置できないようになってるんで、うん、表面パンサー OK。
ずる。一番強いとこ抜けてきてるよ。ソファを持つ効果だったら OK。 だからもう高校行った目にシャック、ヒョウモンパンサー、爽快する迎撃都市を破棄してアタックしてヒョウモンパンで配置すれば相手の戦一の契約スピリット、うん、割れます。それでもいいんだ。はい、配置だもんね、はい、あとは青といったらやっぱりデッキをめくってその中のネクサス配置とかあるじゃないですか、うん、あるあるある。これはもちろんトラッシュカラーじゃないんで普通に置けます。なので、うん、例えばねウルトラマン太郎とかね、あめくって、うん、あ出ました、迎撃する爽快都市配置、2枚引いて2枚破棄、手札以外から出てるんであなたのスピリット破壊しちゃいます。そこは何でもいいんだもんな、はい、困るよそんなの出されたら。いいカードだ、はい、もう末永く使ってほしいなと思いますね、このカード。ぜひ。なるほど、はい、では続きましては、お、はい、私の方からご紹介をさせていただこうかなと思います。はい、では早速どうぞ。こちらです、特製デザインのカードケースです。え、もしかしてあのガーディアン5人の中の1人省かれてるの新井さんですか。なわけないだろうが。なわけないだろう。デッキケースじゃないですか。俺デッキケース、いやこのターンでは紹介するのこれなんですけど、私のカードについてはまたおいおいね、しっかり考えた、マジで本当に強いカード考えたんで、今回はそちらぜひ楽しみにしていただければと思いながらも、このカードケースも結構僕気になってて、うんうんうん、なかなかない新しいデザインというか、まずエクストリームゲームのスリーブを彷彿とさせるシンプルなカードケース で、うん、で横には今ね見えますけどガーディアンのマークとエイジスも入ってる。はい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 、ここもねエイジスの、まあ、公式グッズというか、はいはい、出たのは初めてだと思うんですけども、うん、でかつこのね背面白いじゃない、うんはいはい、これが白じゃなくて本物だと透明らしいんですよ。ここあこれ透明なんだって、なんか見えるわけだ。こっからだからシャックくんとかを出せるわけだ、顔が。そう、シャックも出せるし、自分の気に入ったスリーブの柄も見せられるし、迎撃の爽快都市も出せるし、いいねえ、さっきの周辺のマジックも見せられるし、カルマギアね、覚えてちょっとね、一個前だったんでね、そう、カルマギアね、カルマギアね、カルマギアも見せられるし、愛着が半端ないもん。も見せられるし、まあ、私のねプロデュースカードも見せられるし、ディーバもたくさん見られるしという。でもこれありそうでなかったですよね、このなんかエクゲのデザインというか、ね、ガーディアンとかエイジスとかエクストリームゲームのグッズってやっぱ、うん、スリーブとかはまあ番組で使ってるのありましたけど、うん、これデッキケース良くないですか。確かに、エクストリームゲームメモリアルバトスキットについてくる、はい、ということでございまして、さらにスリーブもね2種セットになってまして、おーそうだ、はい、言ってましたよね、そのガーディアンデザインとカリスマデザインもあるんだ。そうなんです。うわいいこれ。こちらのデザインは、今後のお楽しみです。いや違う、ないんかい。ないんだって。いやていうかさ、ガーディアンデザインとかあるらしいけど、うん、別に俺ら何も聞いてねえじゃん、うん、話来てないんですよ。話来てないの。プロデュースデザインじゃない。何も聞いてないよ。聞いてない。我々の宣材写真かもしれないし。嘘だろ。嘘だろ。事務所の写真かもしれないし。やめろやめろやめろ。ランダムで、ランダム6種から1枚入ってる。あ、それプレ版でやんの。だいぶだいぶなことになるよ。パラレルもあったりとかしてね。欲しい欲しい、それ欲しい。パラレル絵柄のスリーブってなんだよ。ちょっとウィンクしてるみたいな。そう潜在写真風でウィンクしてるみたいな表情サブになる。いやだから何も聞いてないって。そう聞いてない。写真も撮られてないし。え、ね、勝手に使われるってことですか。勝手に使われてるんだよ。マネージャーも冗談じゃねえぞおい。楽しい、この商品楽しい、ね、どんな風になっているのかはお楽しみに、はいはい、でですね、なんと、うん、まだこれで終わりじゃないんですよ。結構もう長くやってきたよ。まあ、私小川翔平からここで、うん、何重大発表ございます。何私もこれ今日見て初めて知ったんで、お二人も知らないと思います。なんとですね、バトスピエクストリームゲームのリニューアルとカリスマ3名の卒業を記念したメモリアルバトスピセットということで、はいはい、特別なキャンペーンを実施します。おキャンペーン、キャンペーンいい響きだ。はい、まあツイッターにてバトスピ公式ツイッターをフォローしていただいて、うん、ハッシュタグエクゲとカリスマの思い出をつけて、バトスピエクストリームゲームや我々ガーディアン、うん、エイジスのね、まあ、あとカリスマ思い出を、まあ、つぶやいていただこうと。あいいですね。でただつぶやいてもらうだけじゃやっぱりね、そんな味気ないことはしませんよと。なるほどね。なんとですね、そのハッシュタグ、うん、エクゲとカリスマの思い出をつけてツイートしてくれた抽選で5名、お5名様にですね、なんと、うん、それぞれの担当カードに、8名分の全員の直筆のサインが入ったエクストリームゲームメモリアルバトスピセットをプレゼントしちゃいます。おー
ないっすか。じゃあさっきのケースも手に入るし、スリーブも手に入るし、だからカードに直筆で書いてあるってことですよね。だから小川のカードに小川のサイン書いてあったりとか、カルマギアに中佐のサインが書いてあったりするってことですよね。これめちゃくちゃすごくないですか。確かに。しかもだってあれですもんね、5名様に全員のって書いてあるんで、でも当たったら全部8人分全部が書いてあるやつがドンと送られるわけですよ。これはね、それはもう我々も送りたいから自分で欲しいの。欲しい。じゃあ書いてあげるよ。あ、ほんと、やった。すいませんすいません、大会で使いにくるけどね、その場合はね。確かにまあこの番組の放送後に改めてです、まあ公式ツイッターなどでもお知らせがあるそうなので、ぜひ詳細はこの後、お見逃しなくということで、はい、まあそれこそ、例えば、まあこれハッシュタグエクゲとカリスマの思い出で、さらにハッシュタグ増やしてね、なんか例えば青のガーディアン大好き、青のガーディアンかっこいい、はい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 、青最高、青最強みたいな、そういうの書いてもらったらもしかしたら当たりやすくなるかもしれない。さすがにそういう忖度はないでしょう。ないか。ないか。まあでもいろんなね思い出をね、またハッシュタグ化してくれたらね、共感してくれる人とかがね、なんか我々もなんか楽しみですよね。そうね。僕らに挑戦してきて新さんを舐め尽くした子もいるだろうしね。もう、もう久々にガーディアンがヒールってことを思い出しましたよ。意外と悪口ばっかりでも意外と赤のガーディアンめくり弱いみたいな。ガーディアンあるかも、プレミスすぎじゃねみたいな、仮面してよみたいなのあるかもしれない。紫のガーディアン、ラショを引きがち。それは褒め言葉です。それは、ね、褒め言葉、引けるだけ強いですから、はい、まあ改めましてですね、こちらエクストリームゲームメモリアルバトスピセットはプレミアムバンダイにて明日、明日ですよ皆さん、4月27日木曜日から予約受付開始となりますので、皆さんぜひゲットしてください。ここで番組から大事なお知らせがあります。木山さんからお願いします。はい、まずはこのお二人をお呼びしたいと思います。こちらどうぞ。さあ、これまで番組で丸6年ガーディアンとして活躍してくださった坂口周平さん、そして小川翔平さんですが、本日の収録をもってガーディアンを卒業されます。急なお知らせでね、視聴者の皆さんも驚いていると思いますので、まずは坂口さんから一言お願いします。はい、なんだかんだとエクストリームゲームが始まってから6年間ですか、ガーディアンとしてやらさせていただきました。まあ本音を言うとですね、もう僕は3年前ぐらいからちょっと、まあガーディアンは退こうかなっていうふうにちょっと思い始めていまして、というのもですね、まあ、やっぱり、まあ、本業の兼ね合いであったりとか、まあね、子育てのこととかもあって、正直カードに関わる時間というのが少しずつ少しずつ減っていって、結論から言うと僕はね、弱くなりました。それが一番です。やっぱりこの立場で、このユニフォームを着てバトルをするという人間は強くなきゃいけないと思います。僕はもうガーディアンを続けられるほど強くはない存在だなと自覚してしまいました。ただそれでも、エクストリームリーグに一回だけ参加した時になんか三手手しちゃったり、騙し騙し続けていたんですけれども、ちょっとまあいろいろ冷静に自分を見た時に限界かなと思いまして、僕はこのユニフォームを脱ぐ決意をしました。本当に今まで応援してくださった皆さんも、今ここにいるメンバーもスタッフの皆さんも本当にありがとうございました。続いて小川さんお願いします。はい、まあ、正直、僕はガーディアンで、最強だと思ってます。今でも自分のことが一番強いと思ってます。はい、ですがその強さを追い求めすぎてしまっていたのかなというか、まあバトルスピリッツたくさんの遊び方があっていろんな、楽しみ方がある中で、やっぱりどうしてもこの制服洋服を着ていると、まあ青という色を背負っているがために
勝たなくちゃいけないという、まあ、固定概念だったり、まあ、そういうのがあったりして、もちろんそれも楽しみの一つではあるんですが、自分の、まあ、根本のルーツといいますか、うん、楽しむ心っていうのを少し、まあ、忘れてきてしまったのかなと、戦闘狂になってしまったんじゃないかなというふうに、まあ、思ってまして、なので僕の場合は、まあ、ガーディアンを、まあ、今日ちょっとやめるという形になるんですけども、バトルスピリッツものすごく好きなので、これからはあの非公認アンバサダーを、まあ、名乗って、非公認アンバサダー小川翔平として、まあ、いろんな角度からバトルスピリッツの面白さを、まあ、皆さんに伝えていけたらなというふうに思ってますので、ぜひこれからも小川翔平、さらには、まあ、やっぱりガーディアン、そしてこの番組、新しくなる番組全部を、皆さんと一緒に愛していく側になれたらいいなというふうに思うので、これからも小川翔平、さらにこの番組バトルスピリッツ応援してもらえたらなというふうに思います。今まで本当にありがとうございました。さあ、木山さん、お二人卒業ですけども、はい、木山さんはねちょっと関わり深いと思いますけれども、はい、いかがですか。そうですね、今だけちょっとキング木山に戻らせてください。あの僕もあの言い訳ですけども、ちょっと本業の兼ね合いがあって、あまりいいデッキっていうか回せなかった時もあるんですよ。でどうしてもちょっと自信がないなっていう時もあったんですけど、その時にこのお二人がガーディアンとしているっていうことがどれだけ心強かったか、で実際どれだけの挑戦者をなぎ倒してキングを守ってくれたか、こんな勝ち方できるのかっていう、もういろんな奇跡をこのお二人には見させていただきました。でプライベートでももういっぱいお付き合いさせてもらって、いっぱいわーって騒いでバカして、でまあいろんなデッキこうでもないでもないって、口論もしたりもしました。もう全てが今となってはいい思い出です。本当にあの二人がご卒業ということで寂しい限りなんですが、二人が残してくれたこのイズムといいますか、今後もあの次につながる番組、作っていく上で大切にしていきたいと思います。そして改めてお二人には、感謝の気持ちを述べたいと思います。本当に今までありがとうございました。さあ、もあちゃんね、もあちゃんも今日で卒業ってことなんだけど、勝手に卒業させないでください。そこ落ちようですか。違いますよ、もあちゃん、ね、来月も、はい、いるのいるのね、頑張らさせていただきます。月のは、はい、もあちゃんから見てどう。そうですね、フレーフレー坂口小川、フレフレ坂口小川、フレフレ坂口小川、ありがとうございました。違います、そういうんじゃないの。マジそういうんじゃないの。ありがとうございます。なんか急になんかやりだした。やってる。ごめん、言ってないですよ、僕は言ってない。仕込みましたね、仕込んでない、仕込んでないですよ。どうしてくれんのこの空気。冗談で言ったんですけど、本当にやると思わない。そうやって蹴落とす。いや、もう坂口さんは本当に私にこうバトスピのデッキすぐ教えてもらって、初めてプレイしたこうデッキはあの坂口さんに作ってもらったので、私の永遠の紫を背負う憧れは坂口さんなので、本当に今までありがとうございました。ガンさんは本当にあのあーってかっこいいなっていうプレーをたくさん見せてもらって、私多分バトスピの試合の中で小川さんがやるデッキ破棄が一番かっこいいって思ってて、見てるこっちがすごく気持ちよくなるプレーをいつもしてくれて、バトスピ楽しいなっていつも解説席で思わさせていただいております。今までありがとうございました。ありがとうございます。あのさっきふざけたとこ全部カットしてください。そうじゃないか、それは使ってねえよ。絶対使う。いや、じゃあ岩井さん、はい、どうですか。やっぱこう6年間ずっとね見させていただいてて、バトスピいろんな出来がある中で、やっぱり色にこだわりを持って、やっぱポリシーがやっぱお二人ともすごいですし、やっぱこうねガーディアンに出てくるとワクワクするお二人だったんで、やっぱこう寂しいですけどね。うん、でもなんかこうやって二人がこうね6年間やってきてくれたことによって、多分なんかまあこの後やる人たちもなんかそれを多分見てるんで、なんか安心してこうね後任に任せられるんじゃないかって思うのは、やっぱ二人が頑張ってくださっていたからだなっていうふうに思いますんでね、本当にあの6年間お疲れ様でございました。ありがとうございました。さあ、先ほどね岩井さん、はい、後任っておっしゃいましたけども ね、実はねこのお二人の後任もね、うん、すでに決まっております。決まってる、はい、はい、このお二人です、どうぞ。
さあこのお二人です。改めてご説明お願いいたします。まずは坂口さん、はい、お願いします。僕の後任はこの時くんです。まあというのも僕はね、結局基本的にはもうトッキーとずっと練習をしていて、まあカードを全部見る時間もなかったりもしたんで、まあ、トッキーにデッキのこうベースを作ってもらって、でそれを僕が改造してっていうのが結構しばらくずっと関係として続いていて、でねやっぱね彼はね研究熱心だし強いです。なんで視聴者のみんな、次のガーディアンは強えぞ。ケチョンケチョンにしてやるからな。よろしく。さあそれでは小川さんお願いします。まあやっぱり青のガーディアンを、まあ、卒業するってなった時に、まあ、後任を誰にするかってすごいたくさん相談させていただいたんですけども、まあ、やっぱり、まあ、自分の一番弟子である、まあ、阿部恵美香以外にいないんじゃないかなと、まあ、思いまして、まあ、確かにまだまだプレイング荒いところだったりたくさんあるとは思うんですけども、さっき僕が言ったバトルスピリッツを心から楽しむ気持ちだったり、このデッキいいんじゃないかな、このカードの組み合わせいいんじゃないかなって、本当に少し自分がまあ忘れてしまっていた楽しさ、あのキラキラを彼女は持っているなって僕は思ったので、まあ、やっぱり青のガーディアンを任せるなら、まあ阿部恵美香しかいないなと思ったので、まあそのささやかではあるんですけど、今日ね使ったこのシャック、今までそのずっとこの自分で手に入れたパラレルのシャックを共にイベントに行ったり、その挑戦者を撃退したりと苦楽を共にしてきたこのシャックを最後に渡そうと思うんで、これ俺だと思って頑張って楽しむ心を忘れないで。ありがとうございます、はい、さあということで、紫のガーディアンの後任は時頼朝さん、青のガーディアンの後任は阿部恵美香さんが就任します。さあせっかくですからね、2人それぞれコメントいただきましょう。まずは時さんお願いします。この度公認を、紫のガーディアン公認をやらせていただきます。エイジス6の時頼朝と申します。いや用意してたつもりなんですけど、全然何を言おうか全く吹っ飛ぶぐらいに、やっぱそうですね、まずお二人がいなくなるっていうことがとても寂しい。本当にまあ本当にガーディアン1年目からずっと見てて、まあその途中からエイジスという形で参加させていただいたんですけれども、やっぱり1年目のガーディアンのかっこよさからずっと見てて、やっぱそれを目標といいますか、やはり皆さんが、強く会っていただけてる、やっぱそれに色として本当に研究熱心っていうことを見てたので、僕が、まあ、エイジスになってからの目標は、まあその演者の中で僕らのエイジスガーディアンの中でも一番強さを求めたり、こういうデッキあってこういうシナジーがあってっていうものを、やっぱ一番そういう研究熱心って言っていただけたんですけれども、その研究熱心の過程はやはりお二人、まあ、まあ今までのガーディアンがいてくれたおかげだったんで、でやはりやっぱ秀英さんとは本当なんか本当によくしていただいて、まあ、それこそ本当にいっぱい練習2人でしたりとか、まあ、ガーディアンとかで練習したりとかする中で、もうそれこそ、まあ、バトスピだけじゃないです、本当にもう人生の師匠って感じだったんで、本当に僕にとってはもうお兄さんというか、もう本当にそういう方だったので、やっぱり、一緒に
このステージに立てなくなるのがやっぱ寂しいですが、やはりまあ公認ということでより一層励んでいきたいなと思うんで、来年度から来るチャレンジャーの皆さん、紫のガーディアンになった俺はマジで強いんで、潰しに来る覚悟で挑んできていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。では続いて阿部さん、お願いします。はい、新しく青のガーディアンを引き継ぐことになりました、エイジス7の阿部恵美香です。本当に小川さんとは4年ぐらい前に知り合って、もうそれこそもうスピリットとはネクサスとはっていうところから教えてもらって、初めてのカードゲームがバトルスピリッツで、でも本当に事細かくもう誰でも分かるような説明をずっとしてくださって、小川さんという大きな存在がいなくなってユーザーの方ももちろん私も演者のみんなもすっごい寂しい思いをするんです。でも小川さんがそれこそ辞めるかもよっていう話をされた時に、やっぱり弟子である私が小川さんがいなくなるのであれば絶対に私が継ぎたいってそう思ったんです。だからきっと頼りないな、阿部恵美香で大丈夫かよってきっと言われると思うんですけど、でも絶対にいつか阿部恵美香でよかったなって、小川さんにやっぱ恵美香選んで正解だったわって言ってもらえるようなプレイヤーになっていきたいと思っております。すっごい寂しい気持ちでいっぱいだけど、だけどせっかく託してもらったからには最強の小川さんを私が継いで、やっぱ青を使う人って最強だなって思ってもらえるように頑張りますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。お二人ともね、坂口さんとそして小川さんの意思をしっかり受け継いで頑張ってください。さあ、そしてささやかではございますけども、ガーディアンを卒業されるお二人に番組からちょっと花束の用意がございます。はい、坂口さん、改めてお疲れ様でした。今までありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。さあ、改めて坂口さん、小川さん、6年間本当にありがとうございました。破棄することによって破棄した枚数1枚につき10枚破棄します。引けるカードがないので、ありがとうございました。デッキ破壊を巧みに操り衝撃の三立てデビューを果たした小川。エクゲの小川といえば、僕ぐらいの青の使い手になると相手は何に行きするのか。自信と書いて小川と読みますから、デッキ破壊プラス小川イコール無敵みたいなところあるんで、小川の伝説に新たな一ページを追加します。まあ、対戦相手がどれだけ強くても僕たちの方が強いです。プライドは控え室に置いてきましたと数々の名言を残してきた声優界の魔王と呼ばれるほど。初登場時魔王と紹介された坂口。僕あのハーレー乗りなんで。プライベートではバイクを乗りこなす。100万ちょいです。勝負へのこだわりも強い。ちなみに僕
エクストリームゲームの時ってビール柄のパンツ履いてきてるんですよ。喧嘩継ぎでビール柄のパンツを履いてくるほど。さらに坂口といえば帽子ということで、坂口帽子コレクション、ちなみにこんな珍しい帽子姿もユーザーの前に何度も壁として立ちはだかった2人。ゲートオープン開放。エクストリームカード防げる、はい、エクストリームカードオープン。最強のガーディアン、さすがでございます。残りのデッキ枚数聞いてもいいですか。はい、幸運の守りだよっつって、まあ、ガーディアンはヒーローじゃなくてチームだってことはもう一回思い出させてやりますよ。恩をあだで返していってやる。ごめんなさい、言われて気に取ったりこう、まあ、最後に勝つのはやっぱりここだと思うんですよ。結婚してるバトラー諸君、嫁さん大切にしよう。青のガーディアン小川さんの勝利です。紫のガーディアン坂口龍平さんの勝利です。エクストリームゲームタッグバトル。